どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にみんながやりたい曲、それぞれの人がやりたい曲、このちっちゃいウクレレで弾き語りがすぐできちゃいますよということで、日々簡単レッスン動画公開しております。今日も張り切ってレッスン始めていきましょう。さあ今日のテーマソングは今激アツなこちら、ドーン、米津玄師さんのさようならまたいつか。この曲はもちろん皆さんご存知でしょう。 NHK 朝の連続テレビ小説朝ドラの虎に翼主題歌ということで、この曲はですね、もうやばいことになっております。もう米津玄師さんのもうワールドがですね、もう濃厚に、繰り広げられておりましてですね、もうねちょっと響きがなんていうのかな、もう独特っていうか、米津玄師さんのちょっとね、時空がこう湾曲されちゃったような、なんかね不思議な響きがもうたんまりこんの歌もだからすごい難しいですよ、もう強烈に。で、今回はでも朝ドラの主題歌の長さのショートバージョンなんで、この1分40秒2分ぐらいであればですね、ちょっとこれトライしていただけるんじゃないかということで、これガズレかなりですね、今回ちょっと簡単アレンジについてはすごいいいアレンジができたと自画自賛して、まあいつも自画自賛してるんですけど、いやいやこれはかなりねいいアレンジ、ウクレレにね結構こういいかなと思うね、そんな感じになっておりますので、ぜひちょっと取り組んでみていただければというふうに思います。さあ本日はですね、Gラボのガズモデルのウクレレとシンプル簡単バージョンではこちら初めてウクレレ使ってレッスン始めていくんですけど、今度来週の土日ですね、4月の20、21とお台場のデックス東京ビーチ、お台場にあるねそこでね G ラボのポップアップショップっていうのがオープンになります。でこのねポップアップショップちょっとね面白いことがあってて、今度新たに G ラボスタッフに加わってくれた、はい、せいちゃんがですね、初心者、体験レッスンを2日間にわたってするよというこんなふうなご案内があったり、ガズもですね4月の20日はですねちょっと参加しようかなと思って、1時半ぐらいからちょっとプチトークライブみたいなのやろうと思います。これもちろんねショップなんで、入場無料どころかチケットも何もなく、みんな来てくださいということなんでね、あと G ラボの全てのウクレレの思想できるんでお気軽に来てください。そしてねこの本が出版されます。これ架空の本じゃないんですけど、ガズがめちゃくちゃいいこと言ってる、もう音楽をやる上ではねもう絶対知っといた方がいい、めちゃくちゃいい言葉が詰まってるエッセイ本です。主婦の友社から4月26日発売、ただいま予約受付中です。概要欄にね Amazon の予約のリンク貼っとくんですけど、書店さんでもね予約していただけると思うんで、ぜひよろしくお願いします。さあレッスン入っていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単できるようにしているガズレレ流シンプル簡単バージョンなんですけど、これコードはですね、さっきも言ったように簡単アレンジのコードはかなりですねやったなと思ってますけれども、歌がもうすっげえ難しいんですよ。歌はもう聞いてもう聞きまくる、もうこれしかないですからね。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンはそこにさらにねあの不思議なコードの響きプラスリズムです。カッティングと8ビートを織り交ぜたふんわりした、この曲のね魅力をさらに高めてやっていこうと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあまずは皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生自分で大好きな曲を生み出せるわけですから、ぜひガズレレで音楽スタートしてみてください。さあレッスン入っていきましょう。さようならまたいつか、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンをゆっくりとやってみる。1,2,3,4。どこから春が巡り来るのか、知らず知らず私に翼があれば、願うたびに悲しみくれた。さよなら100年先でまた会いましょう、失敗しないで。いつの間にか花が落ちた、誰かが私に嘘をついた。土砂降りでも構わず飛んでく、その力が欲しかった。誰かと恋に落ちてまた砕けて、やがて離ればなる口の中だと血が滲んで、空に羽を広げ気ままに飛べ、どこまでも行け。
せーの。朝ドラ虎に翼主題歌米津玄師さんのさようならまたいつかシンプル簡単バージョンゆっくりとやってみましたけれどもいかがですか。コードはですね、これはなんとガズレレ必須コードという入門グループでまとめてるんですよ。で、コードはまあいいとしてもですね、この歌のメロディーがもうやばいですよね。これね、もう毎回同じかと思ったらちょっと違ったりしてですね、いやー、一筋縄ではいかないどころか、十筋縄ぐらい、ありますから、まあ、しっかり聞くしかないです、これも。聞いて聞いて。ちなみに、ガズさんがどんな自分のね、楽譜を見たら、こんな感じですよ。もう書きまくりです。このメロディーライン、こんな感じで書いてるんですよ。覚えるのもね、もう、でも、一回覚えちゃうとね、気持ちがいいんですけどね。ここで赤く書いてあるのは、シンコペーションが入ってるところなんですね。シンコペーションも、後半もかっこいいバージョンで入ったり入って、入んなかったりするんで、ちょっとね、わかんなくなっちゃうんで、もうこんな感じ、目が泳がないように、いろいろこう、ガズさんもいろいろですね、この工夫してます。こんな風にしていつも覚えてるんですけど、今日は特にこれが役に立ちましたね。言葉のタイミングとこのメロディーも赤く表記したりして、はい。こんな風にしてやるぐらい、必死になって覚えました。いやいや、でも、覚えちゃうと楽しいんですよ。いや、もうほんとすごい曲。はい、じっくり取り組んでやってみてください。今のはさっきも言ったように、朝ドラで流れる、毎日流れるバージョンなんでね、短めですけど、今みたいにゆっくりやるだけでも濃厚ですから、まずこのバージョンをチャレンジしてみてください。1個目のゴール設定としては、今やったシンプル簡単バージョンのガズさんの演奏に合わせてできたら、これすごいと思いますよ。歌のメロディーもすごいし、まずここまで目指して練習してください。一緒にできるようになった方、おめでとうございます。ここまででもすごいから。はい。そしたら次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけでリズムを生み出して音楽を生み出して、もう全開で楽しもうっていうふうに言いたいところなんですけど、とはいったって最初から歌詞とコード全部マランキするのはもう無理じゃないですか。だから、まずは楽譜練習がいいと思います。楽譜を見ながら何回も何回も練習して、もうほんと何百回でもやれば、いずれ覚えちゃう時が来ますから。そしたらこう大空に向かって歌う、こんなのが素敵だなというふうに思うんですけどね。楽譜練習。でも楽譜ってどこにあるんですよということで、どこにあるんですかか。どこにあるんですかってことだと思いますけど、安心してください。今の演奏はガズが書いてるこの手書きノートを見ながら演奏していったんですね。はい。たった1分半ぐらいの時間なんですけど、こんなボリュームたっぷりな、この、見てこのギチギチの、これはすごいことになってますよ。はい。このノートを見ながら今ね、今これを写して、こんな風に、まあ、処理して歌ったんですけど、はい。この、ノート楽譜を、これから画面の方にこんな風に写して、みんなもこんな風に書いてみりゃいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービスが始まってるんで、ちょっとシェアさせてください。ガズクラブです。はい、こちら、ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた松田聖子さんの大切なあなたを含むガズが今まで手書きで書きまくってきたもう膨大な数のノート楽譜、もう山のようにある1000曲以上は軽くありますからね、の中から毎月5曲お手元に、デジタルデータですっとダウンロードしていただけるという画期的なサービスなんです。はい。そしてこのダウンロードしたものをアプリで管理できたりとかね、なんかアプリがあるんですよ。それとか、このねガズクラブは、楽譜5曲とかのそういうダウンロードだけじゃなくて、毎月2回ガズクラブメンバーが参加できる大セッション大会ガズゾーンが行われていたりですね、皆さんの演奏動画を発表できる場所が、ね、もういくつかあったりとかして、かなり面白いクラブ活動になってます。ぜひぜひガズクラブご加入ください。で、このガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちはですね、 YouTube メンバーシッププログラムというのを活用してまして、毎月590円でなんと毎週2回のライブ配信による濃厚解説、もうライブですから、もうライブでみんなでチャットやりながらやっていくんですけど、まあ、いつも課題曲を決めて深掘ってます。でこっちは大学ですから、16ビートとかカッティングとか練習してるぐらいの方だとかなり楽しめるかなというふうに思います。ぜひね、ガズレレ大学もチェックしておいてください。あと毎朝7時半からこのガズラジ放送をしてます。ラジオ配信です。365日朝7時半からスタンド FM という無料ラジオアプリで聞けるようになってます。いつでも聞けますからね、ぜひこのチェックしてみてください。今映ってるこの辺のことを概要欄に貼っとくんで、ぜひ見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。さようならまたいつか、米津玄師さんの曲で、朝の連続 NHK テレビ小説虎に翼というドラマの主題歌ということで、まあ今話題になってるんですね、これが。いやー、すごい曲なんですよ。もうこの言葉のさ、このすごいでしょ。あと、ここにメロディーも加わるわけですからね。はい。こんな風にガズは書いたんですね。で、これお時間ある方はこんな風に写しとくので、一時停止でこれ書いていってください。これ書くだけでも大変だと思いますね。で、今日ね、今、さっき紹介させてもらったガズクラブに入っていただいて、このね、手書き、ガズの手書きノートをデジタルデータで皆さんお手元にダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効だと思いますよ。ガズレレのノートの特徴をちょっと言っておきましょう。この歌詞の上にこう点がついてます。これ。点とか V とか、これいろいろあるんですけど、これちょっとやってみると、どこかで春が、がの上に点があります。
ます。ここから F が始まります。どこかで春が巡り来るのかで C にからこんな風な感じですね。ここも知らず知らずおっと何になったこんな感じです。この点がめちゃくちゃ今日みたいな曲がガイドになりますからね。はい、こんな風なのもちょっとぜひガズクラブに入っていただいてね、デジタルデータでダウンロードしてもらうのもすごくいいと思うんですけど、お時間ある方はこれ頑張って手書きで書いてください。ちなみにちょっと言っとくと、こういうのあるじゃないですか。下に書いてあるのかっこいいバージョンではここ決めを入れますよとかあります。止まるっていうのはこれ共通ですけどね。はい。ここもコードが変わったりしてですね。これコードが簡単バージョンとかっこいいバージョンでは結構コード変わってきてますんでね。はい。この辺がご注目のところでございます。はい。こんな風に写しておくので、お時間ある方はこんな風に書いてください。一時停止。1A、1B ですね。はい。で、ここから B メロですね。この B メロのメロディーもすごい難しいっていうかね、もうすごい世界観。本当にですね、ここもワンブロックコード4つになったりしてなってますと。で、ここでちょっとコードが1個足されてるんですね。ちょっとこの辺、気づいてください。ガズのデモ演奏で。はい。このシンコペーションっていうね、リズムがね、かっこいいバージョンではね、リズムのこれが入ったり入んなかったりするのがややこしいというのがあるんですけど。はい、そしてここからサビになるわけですけど、サビになるとですね、急にちょっとこう気持ちが良くなる感じもありますよね。誰かと恋に落ちて、また、みたいな感じでですね。はい、はい、これがいいところ。ここは気持ちよく歌ってほしいな。はい。ってな感じで、ここまでやって終わっていくよということで、これ終わってます。だここがエンディングだな。ちょっとこれエンディングやって、最後 Am だ、ピッてやって終わると。こんな感じになっております。じゃあ、ちょっとコードも早速見ていきましょう。今日場所なくなっちゃったんで、簡単コードなんですよ。今やったシンプル簡単バージョン。コードネーム言ってきます。C と Am、FC7、Dm、D7、G7、E7、A7 の9つのコードでございました。はい。今映ってるこの9個のコードは、これは安心の入門コードです。これ大丈夫。ガズレレ必須コードのグループなんで安心してください。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、初心者の人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループなんですよ。10個もあんのかと思うかもしれないんですけど、これがですね、1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単。なんだけど、いっぺんに10個覚えてようと思うともう頭ごちゃごちゃになっちゃうんで、そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に貼っとくんで、ガズレレ必須コードはもうそこから早かれマスターしてください。はい、そうしたらここからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょうというふうに言うんですけど、やっぱりまず歌を聴きまくってくださいね。どこから春がめぐりくるのか知らず知らず大人になった見上げた先にツバメ、もうとにかくもうすごいことになってる。もうカズさんももう本当にパズルをはめるように覚えましたね。本当さっきも見せたけれども、こんな風にね、どんどん自分でヒントを書き込むといいと思いますよ。はい。どこかで春が巡り、これ早く言うとこはこうくるっと囲ったりとか、これがね、こういうのがね、かなり今日みたいな曲が聴きます。ここでタイミングがもう測ったりだとか、いや、とにかくこう分析しかないんですよ。もうこういうのは。いや、米津玄師さんといえばもう分析。だけど分析してると分かるのが、やっぱりもうとんでもない曲だなというのがよく分かります。そこも楽しんで、歌をどんどんマスターしていってください。で、それをくぐり抜けた後のサビのですね、誰かと恋に落ちて、シンプルになったところの気持ちよさみたいなのがね、ここがいいところなの。ぜひ皆さん実感していただければと思います。じゃあ、かっこいいバージョンの解説やっていきましょう。かっこいいバージョンはコードがですね、追加になります。コードが3つかな。まずは簡単なところで C、オーギュメント、AUG と書いてオーギュメント、C を押さえておいて、4弦の1フレット。ここ一瞬出てくるだけですから、はい。このコードが出てきます。あとは、F シャープマイナー。はい。これですけど、これ覚え方簡単で、入門コードのうちの1個の G7 あるじゃないですか、G7。この形のまま、1段上にずらすだけです。つまり、こことこことここが F シャープマイナーなんですね。これです。G7 の形のまま、1段上です。こうやって覚えると簡単でしょ？はい。G7、F シャープマイナー。はい。これだけです。これはいい覚え方。はい。あともう一個 F マイナーですね。F マイナーはこれはね、初心者さん使っちゃう有名なコード。こことこの3箇所。3弦は開放弦です。こうやって弾くか、あるいはこうやって弾くか。これ人それぞれですね。ウクレレを持つ位置が低い人は親指、4弦親指の方が押さえやすい。ウクレレ持つ位置が高い人は人差し指の方が押さえやすい。これどちらでもその人のプレイスタイルによって OK だと思います。F マイナーちょっと質問が多いコードなんで、概要欄に F マイナー徹底解説動画貼っときますんで、うまくいかない方はそこ見て研究してみてください。このコードを使ってかっこいいバージョン取り組んでいきましょうと。で、このかっこいいバージョンはやっぱりなんつったってリズムなんですよ、難しいの。はい、今日出てくるリズムこちら、ドン。8ビートのチャト、カッティング。で、ここ
までき、まあ、もちろんシンコペーションに出てきますよ。ここ、これだけ見るとすごいシンプルな感じですけど、まあ、なかなか奥が深いです。まあ、ひとまず、今映ってるこの弾き方、リズム解説は概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところに、それぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされているんで、ぜひそこを見てみたらもらいたいんですけど、今日はそこではもうカバーしきれないぐらいのね、まあ、すごいことになってるんです。ちょっとね、難しかったんですよ、このリズムアレンジが。どういう風にしようかなと思ったんですけど、ちょガズが思ったのは、カッティングを入れながらも、8ビートのチャーをやっていくという、そういうしなやかな感じでちょっとやってみる。まず A メロの、あの、最初のとこやってみますね。せーの、さん、はい、うん。どこから春が巡り来るのか、知らず知らず、大人になって。ここ決め。A マイナー C7。はい。ここなんです。今みたいなのこれ8ビートのちゃんとカッティングの典型的なフレーズをちょっと応用しました。どこから春かチャッチャッとチャッカ、これ8ビートのチャのカッティングのもう入門のパターンでいきます。はい、ダッツダッとチャッカ、ダッツダッチで練習しましょう。せーの、ワンブロックコード1個の時はこれでこんな感じでいくのがいいかなと思います。この表わかる、丸は引く、バツはカッティング、星はチャです。ダーツ、ツ、ダー、あ、違う。ダーツ、チャ、ダーツ、ツ、チャ、ツ。はい。丸、バツ、星、丸、バツ、バツ、星、バツですよね。ダーツ、チャ、ダーツ、ツ、チャ、ツ。はい。これ、このリズムを一応基本にしてるんですけど、これ、ワンブロックコード2個になった時には、ちょっとまた流れが変わるし、これ、シンコペーションがいっぱい出てくるんでですね。まあ、そこら辺はちょっとね、聞きながらなんとなく掴んでいただきたいんですけど、今のところでちょっと決めがあったんですけど、Am と C7 です。ちょっともう一回やってみましょう。どこから春が巡り来るのか、知らず知らず、大人になった。ここ見上げた先には、はい、Am と C で、ここは、ダッツクダーダーみたいな決めていきましょう。見上げた先にはつ、ここ、ダーンデータ、日のないかで、はい、ここでシンコペーション出てきました。矢印マーク、シンコペーションです。見上げた先には、ここで、ダーンデータ、次、F マイナーないかで、またシンコペーションで止まる。こんな感じです。もうシンコペーションが毎回入ってこないんですよ。入る時と入ってこない時があるんで、その見分けが、この曲の隠れたポイントになってます。はい。で、2番もそんな感じで行くんですけど、2番のね、2番もやってみましょうか。私、もしも私に強さがあれば、願うたびに悲しみとる。また同じ。さよなら、100年先でまた会いましょう。心配しないで。はい、シンコペーション。ここ、だったーです。ここ、決めですね。ちょっと細かいですけど、これが結構印象的だった。心配しないで、シンコペーション、ダンダンズが、いつの間にか。はい、ここから B メロに入っています。で、この B メロのところのシンコペーションがまたちょっと特殊で、ちょっと今弾いていますね。いつの間にか、せーの、いつの間にか、ダドン、ツッと。わかる？今、D マイナーのところと、E7 の前と A マイナーのところにシンコペーションがあるんですけど、ゆっくりやります。いつの間にかのところ、いつの、ダン、ダドン、ツッタッタッツッタッタ。こんな感じにしました。D マイナー、D マイナー、E7、瞬間的にちょっと早いシンコペーションですね。口で言うと、ダッツ、ダダッ、こんな感じです。こんな感じ。ダッツ、ダダッツ、ダン、ダッツ、ダダッ。Am はアップでシンコペーション。E7 は、ダン、ツッタッダッ、ダウンのシンコペーション。要は、細かい、16ビートっぽいニュアンスなんですよ、ここは。ちょっと分析できるかな。もう一回ちょっとゆっくりやりますね。いつの間にか、花が落ちた。こんな感じです。それでこの歌のメロディーもね、誰かが私に嘘をついた。ここもすごくね、米津玄師さんならではのすごい低いとこから高いとこまで、誰かが私に嘘をついた。この、登って下がる。ここの音程感も米津玄師さんならではですね。で、その後、土砂降りでも構わずと、飛んでく、そのうち、ここワンブロックコード4つで、Am、C、オーギュメント、C、D ですね。ですで、常に、要は8ビートのカッティングをやってるわけですよね。今の B メロでも気づいてもらったと思うけど、その土砂降りデモンとかやってみると、土砂降りでも構わずと飛んでく、その力が欲しかった。ボン！はい。ここのシンコペーションで止まるっていうのもね、シンコペーションが入ったり入んなかったらすごいですよね。今のところもう一回分析しながらやってみましょう。土砂降りから。土砂降りでも構わずと、ダーダーとその力が欲しかった。ここでまたドン、シンコペーションで止まる。すごいですね。で、ここからサビ、誰かと恋に落ちた。
て、全くだ、今の A マイナーのところでシンコペーションなんですけど、ここもね、ちょっと面白いリズムになっちゃうね。ちょっとやってみると、誰かと恋に落ちて、全くだけって、こんな感じだよね。なんかだから C の時のタイミングがシンコペーションの後だから不思議に感じる。誰かと恋に落ちて、全くだけで、やがて離れ離れ。はい。難しい。歌のメロディーとタイミングが難しいのに、しかもここに8ビートとカッティ、8ビートのチャットカッティングプラスシンコペーションですから。なかなか、もうてんこ盛りになってます。口の中だと血がにじんで、空に唾を吐く。ダダダダダダダ。あれ、ダダダダって書いてあるやつは、こう、ダンダダダダダダダ。おかずで次のバースに行くとき、フルオープンでみんな弾きましょうと。で、こんな感じで最後サビに行っていくわけですね。んで、最後のサビ、瞬け、花を広げ、気ままに飛べ、どこまでも行け。100年先も覚えてるかな、知らねえけど、シンコペーション、なおならまたったです。またここもどっかで、A メロの2番の最後出てきた、たった。さよならまたいつかって終わっていくエンディングもダンツッタッタダツッタッタツッタシーシー E7 からダダツ A マイナーでシンコペーションで止まって終わる。いやーもう全部解説しましたけどもすごいんですよ。このねふんわりしたリズムをキープしながらカッティングと8ビートのチャットそして歌を歌いながら、リズムキープ、これがなかなかすごいことになります。いやーどうしたって最初ごっちゃごちゃになっちゃいますけどね。パート分けしてください。まずは A メロ、まずはその次2番みたいな感じで、それで後でギュッと1個にするのがいいんじゃないかなと。そしてですね、このこういう曲ってすごい難しくて、なんかこうつかみどころがないような気がするじゃないですか。やってるとですね、どん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 自分のものになっていくときに、そのかっこよさっていうか、この曲の持つねすごい凄さに気づいてくるというか、気持ちがいいですよ。ちょっとつかめるようになってくると、ぜひねじっくり時間かけて取り組むしかないです。これはすぐにはできないですけど本当に。はい、まだでも朝ドラ始まったばかりだということで、朝ドラがこの終わるぐらいにはですね気持ちよく弾けてるのを目指してですね楽しく練習していきましょう。さあ早速始めていきましょう。米津玄師さんで朝ドラ虎に翼の、主題歌さようならまたいつか、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4 どこから春が巡り来るのか、知らず知らず大人になった、見上げた先にはつばめが飛んでた、私も私に翼があれば願うたびに抱きしめくれた、さよなら100年先でまた会うぞ、心配しないで、いつまでか花が落ちた、誰かが私に嘘ついた、土砂降りでも構わず飛んでく、その力が欲しかった、誰かと恋に落ちて、また砕けて、やがて離れ離れ、口の中と血がにじんで、空に唾を吐く、瞬け、羽を広げ、気ままに飛べ、どこまでも行け、100年先も覚えてるかな、知らねえけど、朝ドラ虎に翼主題歌、米津玄師さんのさようならまたいつか、ガズレレ流かっこいいバージョン、かっこいいバージョンやってみた。いやーすごかった。このリズムキープまではね、もうほんと神経がね、なかなかこうフレーズとかメロディーとかにもうね、脳内の CPU が取られてリズムキープまでなかなかたどり着かないんですけど、いやとは言ってもですね、この片鱗がつかめるようになってくるとかなり楽しいんでですね、まあ相当な脳トレ要素満載曲ですけど、いや時間かけてその、連ドラが終わるぐらいまではできるようになると思います。はい。楽しんでやってみてください。さあ、ポップアップショップです。ガズも行きますよ。ガズが出没するのは4月20日の13時半、ぐらいにね、ちょっとトークショーみたいなのをやろうと思うんで、ぜひおかけつけてください。Gラボウクレレ、すべてのモデルのね、思想ができます。そしてあとですね、ガズレレ Gラボニュースタップの、せいちゃんによるですね、初心者、体験レッスンもありますんでね、これもね、ぜひ皆さん、どしどしお越しください。はい、そして、はい、ガズの本 GGD ご機嫌ガズレレーズ予約よろしくね。はい、そしてガズレレではですね、リッドミュージック
ック社さんからですね、こんなようなウクレレソングブック5、もうこれ5とかなってますけど、いっぱいね、楽譜の本を出版しているんですね。はい、これも出たばっかり、ちょっとちっちゃいハンディ版とか、もうめちゃくちゃ出てます。アマゾンでガズレレとか検索していただいたりとか、書店さん、楽器店さんなどでも取り扱いがありますので、ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。あと、そしてですね、ガズレレのこのガズレシピっていうアプリがあるんですよ。アプリでも楽譜が見られるようになってます。今度こっちの楽譜はね、かっこいいバージョンも見られたりして、いるんですけど、これアプリ皆さん、ダウンロードは無料なんでぜひしてもらいたいんですけど、書籍版も出てますんで、こっちの方も合わせてよろしくお願いします。はい、そしてですね、皆さん、ガズレレがいつも使ってるの、ここに水引きがついていたり、キャップ被っていたり、T シャツとか、もう、このウクレレストラップだとか、いろいろ楽しいグッズがあるんですね。ガズレレ公式ホームページのこのバナーに行くといっぱいその案内があるんで、ぜひ見てもらいたいなというふうに思います。そしてガズレレの親戚としてですね、ガズピアノっていうのやってます。はい、ガズピアノ。誰でも簡単にできる、ガズレレやってる方だったらね、もう本当にすぐできる、ガズレレのガズが発明した弾き語りに特化したピアノの弾き方レッスン動画公開してます。ちょっと別のチャンネルになるんですけど、ぜひこっちもね、フォローしてみてください。はい、そんな感じでですね、もうあっちからこっちから音楽を楽しんじゃえということで、日々活動してるガズでございますけれども、結局この活動で音楽やると楽しいじゃないですか。楽しい人がどんどん増えていくと、楽しい世の中になるんじゃないかなと思って、音楽は聴くのも最高だけど、やる方がもっと最高、この考えを広げていこうと思います。ぜひ皆さんね、どんどんご活用いただいて、音楽楽しんでいただければというふうに思います。はい、よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。